どうもー、ふーじちゃです。はい、ということでね、下半期振り返ってみたいと思います。7月といえばね、藤田一人ライブが中止が決定してしまったんですよ。これどうですかね、2週間ぐらい前に中止が決定したのかな。その時の世間の状況を鑑みた結果ですけどもね、ギリまで迷ってはいたんですよね。借りてしまったこともあったんでね。なんかこの時は多分席の3分の1ぐらいしか多分入れられなかったと思うんですよね。まあそれでやった方がね、まあ空間感がなくて良かったんじゃないかっていうのもありますけどね。その普通の状況の時に、例えば3分の1のお客さんだとすごい空間感があってね、お客さん入ってない感が出ちゃうみたいなのありましたけど、ね、まあとにかく7月4日なしになってしまったわけですよね。その前にね、TBS ラジオさんの方の玉結びにも出させていただきましたね。まあもちろんゲームの話だったんですけどもね。そうか、このあたりでコロナに感染したけど回復したみたいな赤井さんとかともそういう話もありましたね。この辺で、そうか、比較的ファンです、テレ朝さんの番組、これ多分2020年で一番僕がメインに扱われたテレビ番組だと思うんですけど、この辺で撮影が行われてるわけですね。自宅にも来たし、全部の部屋にも行きましたしね。で、双柱さん、オリコンさんの記事はやりつつ、ここでね、もう多分今言っていいと思うんですけど、ここでゲームの声取りもしてますね。ボイスアラームとかやったことあるんですけど、ゲームの中での声は初めてだったっていうのが2020年7月の話ですね。そして8月、あ、このあたりからフライデーさんとの絡みも多くなって、これもフライデーさんの記事、星を見る人についての記事の話をさせていただいた、フライデーデジタルさんの方の動画撮影の方にもここからなだれ込んでいく連載になってるんですけど、まあ一応コロナ禍であまり思うように進まなかったということですね。まあでも撮影はしてるんで多分近日上がっていくと思います。他にも、ナックルズさんの取材とかもありつつ、一応仕分け、部屋の仕分けは一応この辺りでもお手伝いの方を交えてやってはいますね。あとそうか、秋葉原の小野田さんの1階にその配信スタジオみたいなのができて、そこでも、週1でやろうみたいな話が、あったんですけどね。ちょっと止まってるのかな。結構何回も打ち合わせしたんですけどね。収録して動画で上げるみたいな話が結構多いですね、このあたり。ああ、そうか、車の整備にやっぱ、なんか毎回ね、ちょっと遠目の昭島というところに行ってるんですけど、そういうのもありつつですね。で、2020年9月、このあたりからカプコンさんのスト2アニバーサリーの動画をどんどん撮っていこうみたいな感じになったんですけど、一応スーパーストリートファイター 2X 一本で年内は止まりましたね。やっぱなかなかその紹介動画でもちょっとなんか変なプレイというと語弊があるんですけど、ミスったかなっていうのが出ると相当なツッコミが入るんで、プレイをしたってなるとそれなりの完成度じゃないとできないみたいなのももちろんあります。パッとやっただけじゃ許されないっていうのがあったりするじゃないですか。なんで止まってるっていうのももちろんあります。なんでスト2動画ももう少し調整ができたら行きたいと思いますね。はい、この辺でもオノデンさんのとこの打ち合わせをやってますね。ああ、でも2020年といえばKRG さんの仕事部屋に結構行ってますね。基盤を何千枚も持ってる方の部屋なんですけど、そこに結構行ってますね。で、毎週駒沢はありつつ、ああ、一応9月ゲームショーをオンラインでやってるんですよね。24、25、26、27と。ここハムスターさんのやつは連日出てるんですけども、セガさんの方にも出させていただいて、ゲームショーでね、セガさんの方に行った時には、藤田T シャツ行ったんですけど、一応ね、みんなこれ着ましょうってことになりましたね。まあ、このハムスターさんのロゴがどうとかの問題ではなく、こうなりましたね。これを着させて
いただきましたね。で、そのね動画も上げさせていただきましたけど、すごくよくしていただいてね、スペースアリアの筐体とかも置いてあって触らないでくださいって書いてあるんだけど、一応やっていいですよと、すごい思い入れがあるって話もしたんでね、やらせてもらったりとか、すげえ。でそれも突っ込まれたからな。スペースアリアね、筐体触らないでくださいって書いてあるって触らせてもらったんですよ。でそれをプレイをちょ軽くやったんですよ。そしたら下手っていう動画が出る、動画というかコメントいただきましたからね。お願いします。ちょっと触れただけじゃないですか。っていうね、ちょっとなんていうんですかね、変にちょっと軽くやるとね、本当に突っ込まれるんですよね、なんか。っていうのもありつつですね。あ、このゲームショーオンライン、まあできてよかったっていうのもまあありますけどね、やっぱその、幕張でね、そのお客さんと対戦とかもやっぱやりたかったんでね。2021年はちょっとね、まあその前にゲームショーに出れなければ話にならないですよね、そもそもね。出れなければ脳も始まんないですよね。出れて、なんかそういったお客さんとも交えてみたいなこともできたらいいなと思ってますね。21年は。そのゲームショーが4日間連続あり、そうか。その4日目がそのセガさんとハムスターさんで、若干被ったんで、ちょっと遅れたって話はありましたね。で、もちろんこのこもってるんで、YouTube 動画っていうのも、2019年以上に撮ってますね。はい。で、2020年10月、ここはね、そう、7年ぶりでしたっけ、アリコンさんから連絡があって、そのコラボ的なやつやりませんかと。あの人すごい、まあ、アクティブに動くんでね、すごいなと思いつつ、だ僕から連絡することは、あんまないというと語彙があるんですけど、できればそうしていった方がいいですよね。自分から連絡しないとね、繋がるべき人も繋がれなかったりしますもんね。で、アリコンさんが来て、アリコンさんもそうですもんね。コロナに感染して回復したんですもんね。フライデーさんの自宅撮影、ここでの撮影とか、あとオリコンさんとか、オリコンさんも毎回自宅に来る感じの取材ですね。双葉社さんのやつは、メールでのやり取りっていうことですね。でここでも一応お手伝いの方、まあ月に1回ぐらいお手伝いの方を交えて仕分けというか片付けはしてるんですけどね。でここで来ましたね、ホースハウスを借りたのもこの10月っすね。いやでもまあだからコロナ禍の中ね、やっぱ仕事がもちろん現場の仕事は減ってるんですけど、まあ頑張ってると言っても過言ではないんじゃないですかね。これね、結構動いてますね。そしていよいよ年末に近づいてますけど、11月、これでもフライデーさんの動画も結構撮ってるんですよね。でここについに来ましたね、この11月も結構なディル・アングレーの京さんと対談したのもこの11月ですね。あとあれか、石橋貴明さんのネルトン的な番組に最終選考まで残ったけど結局なしになったんですけど、なんだ、玉の輿に乗りたい女性会みたいなところにディレクターの方が押してくれて、出たかったんですけどね、これもね。で、あとこれか、これもなしになったんだ、確かな。ぺこぱさんがうちに来て、なんか片付けるか分かんないです。そういうのやるって打ち合わせも来てて、日取りも決まってたんですけど、なんかの事情で流れてしまったんですよね。これね、僕会いたかったんですよね。まあ、なんかで言ったかと思うんですけど、松井くんね、結構知ってるんで、昔から。うん、それはなしになってしまったということですね、11月はね。お客さんが一人もいなくて、まあ、一人もいなくて、松井くんとか僕とかでお客さんを集めてくるところから始めるようなライブから一緒になってたことがあるんで、そういう積もる話をしたかったんですけどね。この辺で GoToHell はあれですよね、ドカポンの魔法ですけど、 GoToEat とトラベルがこの辺から始まったのかな。なんで一応その時代の流れに乗ったというか、ということで一応言ってますね、この辺りくら寿司もしっかりいろいろと言ってますね。あとココスとかで、まあその毎月決まってんのが、毎週決まってんのがハムスターさんでしょ。
あと学研さんのゲットナビも毎月決まってて、毎月1から2決まってて、あとオリコンさんの取材が1から2、記事で言うと2、そして双葉社さんの記事が1から2ぐらいっていうのは、これはまあ固定で決まってますね。で、あともうこの2020年は結構月に 1回から 1.5 回ぐらい、自宅での撮影をもう昼から夜までやるっていうのもやってますね。昼から夜までやってな、まあ本数を言うとなんですけどね、結構な本数撮ってるということですね。で、いよいよ2020年12月年末ですよね。あ、ここはあれか、グノシーさんのさらば青春の光さんの、番組でゲームをしに行こうみたいなのがありましたね。で、まあまあ相も変わらず、その昭島の方に車の整備にはやっぱり6ヶ月点検とかで年に2回は行ってるわけですね。あと、そうか、このニコ生公式番組っていうので、百花繚乱さんとリランさんのやつに行きましたね。そして、あ、そうか、この年末、そうですね、あのノーモーションさんと G 高橋さんのロケ、ロケというかこの自宅のやつもやりましたね。これもやっぱね、 G 高橋さんから連絡あったんでね、コラボしませんかということだったんで、まあ僕からちょっとね、あんま言ってないんで、そのオファー企画とかでね、ぜひいろんな人と絡んでいきたいなと思う次第ですね。で、あ、そうか、今年はすごかったのがね、クリスマスと大晦日、これがね、ハムスターさんの方で配信をやってるというね。だからクリスマスももろにやってたし、31日から年明け26時ぐらいまでやってたんだよね。で、そういうのもありつつ、自宅で昼から夜まで撮るっていうのもあるんでね、結構結構動いてますね、この狭い範囲で、部屋の中とかが多いにしては。そして、で、このハミツーさんの方のやつなんですけど、まあ年、2020年、最も遊んだゲームランキング、あ、これ、まあ、そうか、あ、マジか、これ、あの、あいうえお順に並んでるから、藤田さんの次がね、藤田健介さんになってます。トータルテンボスですね。並んでますね。藤田で。で、さっき話したのは、レッキングクルー、VS レッキングクルーとナムコットコレクションですよね。6月まで発売されたやつ。そして、年末発売のやつで言うと、日本一ソフトウェアの、マッドラットデッド、これはね、やりまくりましたね。やりまくったというか、だって、新川社長が、とにかく、C, B, A, S っていうランクが出るんですけど、プレイしてクリアした時に S 出たらすげえもんやるって言われたんで、っていうのもありますけど、それに釣られたっていうのももちろんありますけどもね。 S プラスか、で S プラス出たんですよね。で、シャッターチャンスという新品の PS1 のゲームをもらったということですね。これが、10月に発売されてるということですね。そして、桃太郎電鉄スイッチのやつですね。これはもう世間的にもすごい売れましたけど、これが11月発売されて、久々にやりましたね。まあ、桃鉄といえば僕みたいな部分はあったんですけど、PS 以降はね、あまり触れてなかったんで、久しぶりに触れて、まあ、あの、昔撮った絹塚じゃないですけども、オンライン対戦もできるし、その、ファミコンとか、PC エンジンからやってたとしても、カードとかね、若干のあの、キングボンビーとかの変身とかが違ったりするぐらいで、とっつけるというのもやっぱやりやすいですよね。そして、その5本のランキングなんですけども、2020年一番やったランキング。5位がマッドラッドデッド。そして4位が一段と R。あ、そうか、ごめんなさい。12月にアストロシティミニが発売されたんですけど、これセガさんのところで結構その前に体験させてもらってるんですよ。なんで、その中でも一番思い入れがあった。その中で一番思い入れあるというと語弊あるんですけど、まあ、パッと何も考えずできる。まあ、アクションゲームって少なからず一応考えるじゃないですか。まあ、どのゲームも考えるか。まあ、でも、やりやすい。一段と R を、この、メガドライブでもやってましたけど、アーケードでもやりましたけど、まあ、やったということで、4位に入ってるわけですね。まあ、なんで、5位がマッドラットデッド、4位がアストロシティミニの一段と R、そして3位が桃太郎電鉄、そして2位がナムコットコレクション、そして1位がアーケードアーカイブスの VS レッキングクルート。忖度してるとかね。言わないのなんて言ってますけどね。というね、2020年でしたけども、まあ、コロナの問題でね、外出がなかなかしづらくなって、
まあね、イベントとかも軒並みなくなって残念な部分も多かったんですけど、まあこもってね、初めて見えた部分っていうのもあると思うんですよね。テレワークをしてみてね、思いのほかね、仕事がはかどったなんてね、いう会社さんも結構聞くんで、だからまあ、コロナは大変で、まあ残念な出来事なんですけど、それによってね、また見えた部分っていうのもあったと思うんで、2021年はね、コロナがね、収束していればいいなと思いつつ、もっと、まあこういった動画とかでもね、発展できたらいいなと思っている次第です。富士、富士。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。富士、富士、富士。